皆さん、明けましておめでとうございます。横田はじめの現場直撃、1月2日から新年は始めます。横田さんです、はい、よろしくお願いします。まあ去年もひどかったよね、はい、終わりの方ぐちゃぐちゃでしたね。そうですね、特に河野太郎大臣のこの密告通報で締めていただきましたがそうですね、はい、ということで、まあ、お正月ということもありますので、去年をちょっと振り返って、はい、2023年の、はい、直撃ベスト5というのをやって、その後今年の24年の横田的見どころについて触れたいと思います。いわゆる新年の展望というやつをそうですね、はい、皆様温かくしてお酒でも飲みながら見ていただければと思います、はい、まず2023年横田的直撃ベスト5並べてみました、はい、ここには入りきりません、言い出せば面白いものいっぱいあったんですけどね、まあ、特に印象深いの5本選ばせていただいたんですがまあ一番俺様河野の発言はマイナ保険証一本化で、なんと反対する理由はイデオロギー的だというふうに言い放って唖然とした発言が年末印象深かったんで、そう、河野さんの方がイデオロギーなんじゃないのって、もう、保険証廃止イデオロギーみたいになってるんじゃないの、デジタル競争のような存在になりつつあって俺様の言うことに従ってれば日本の未来は明るいんだという感じで、そう、気味悪くなったんで、ちょっとね、はい、それが人気があってもしかしたら総裁になるかもしれないあたりまで来ているっていうのが私的には結構怖いな。未だ上位3位の一角を占めて、うん、他にいないのか、まあ、進次郎さんと小木島さんがその上なんですけれどもはい、ということで、まず俺様の発言を聞いてください、はい、あのマイナ保険証一本化、まあ、紙の保険証廃止の前提条件はですね、国民の不安が払拭されることというふうに岸田総理が発言したと記憶しているんですが、国民の不安が払拭された根拠はあるんでしょうか。何らかの世論調査をしたとかですね、撤回を求めている保険、全国保険団体連合会の方と意見交換して納得してもらったとか、何らかの根拠がないと、その今の決断はできないと思うんですけど、何かあるんでしょうか。はい、あの不安を払拭するための措置を取るということで措置取りましたので、あの廃止いたします。あ、措置は取っても不安が払拭されなくてもいいということですか、うん、あのイデオロギー的に反対される方はいつまでたっても不安だとおっしゃるでしょうから、それでは物事が進みませんので、きちんとした措置を取ったということで進めます。いや、イデオロギーじゃなくて医療現場の人から撤回しないでほしいという声が出てるのに、それすら調査しないんですか、意見交換しないんですか。はい、あの措置を取ってやるということですから、措置を取ったんでやります。民意無視の、あの、はい、すいません、次の方に。まあね、こうイデオロギーの次は、はい、この密告の呼びかけっていうやつで、もうびっくり仰天。しかもあの詐欺的説明、ペテン論法ということで、岸田総理がマイナーカード問題になった時に、国民の不安払拭の措置を講じる、ということを前提にして説明をしてしたんですけれども、で世論調査をすると、読売新聞の記事だと不安が解消してないが76%、ね、半分以上が不安払拭してないと、不安が消えないと、解消してないと答えているにもかかわらず、措置を講じればいいと。だけれどもその前提に枕言葉に国民の不安払拭をする措置を講じる、そう、不安を払拭する措置を講じていれば、国民は納得して、分かった、じゃあいいよっていうふうに言うだろうから、不安を持っている国民が7割近くいるってことはないっていうことですよね。不安を払拭できない措置を講じても、それは不安を払拭する措置には当たらないと、番組を見ていただいた方からの書き込みを見て、あの年末の最後の記者会見で、聞いてみたと、そういうふうに、で再度聞いたんですけども、それでも考えを変えずに、そうか、年末最後の時も言いましたけど、
国民が本当に不安に思っているっていうのはその情報が漏洩するとか、ええ、紐付けが失敗するとかいうことも、まあ、もちろんですけども、ええ、それ以上に本当に弱ってる時に病院に行ったりね家族が付き添いで行ったりした時にもうドキドキしながら、ええ、マイナーカードを通さなきゃいけないということなのです。なんか聞く耳を持たずとにかく突っ込んでいって、ええ、一点集中で突破しちゃおうっていう政治姿勢に不安をすごく感じますが、次です、はい、目の泳ぐ吉村知事、万博問題が結構大きくなってきました。軟弱地盤で、カジノ IR のエリアは杭を打ってですねちゃんと基礎工事をすると。それに対して万博のエリアは基礎工事をしないで、まあ、半年間の仮設の建物プレハブみたいなものだと。軟弱地盤の豆腐のような上にプレハブのようなところをパビリオンを建てればですねこれ地震で液状化して倒壊するリスクも当然あるんじゃないですか。それをそういうところに何万人の人が来れば当然甚大な被害が出る恐れは十分あるとお考えにならないんでしょうか。建設許可基準というのがあってこれを大阪市で審査する。全く基準なくもの建物を建てるというものではない。審査する人が御用学者や忖度する人ばっかりなんじゃないですか。だから川田義明教授は大阪日日新聞の中で危険性を指摘していると。きちんとしたものを言う専門家ちゃんと入ってるんですか。審査してるんですか。大阪市で建設許可基準がありますからそれに基づいて客観的に判断しているということです。御用学者ばっかりともちょっと意味がわからないんですけれども、まあ、それは横田さんの見解としてこれから南海トラフ地震が来るのが想定されているわけですからその時に豪華なホテルや施設が非常化で使えなくなったことは十分想定できるんじゃないですか。想定されてないわけですから。南海トラフ巨大地震が起きるっていうのは夢島だけに起きるわけじゃないですから。で南海トラフ巨大地震が起きた時って夢島以外も被災をしているんです。で南海トラフ巨大地震が起きた時の責任を大阪市が負うということはないですから全然違う話をされてるんだと思います。特に軟弱なところに作るのが問題だって言ってるんですよ。他の大阪市の市は普通の地盤じゃないですか。夢島みたいなところに巨大投資をすると南海トラフ地震の時にとりわけ、損害が大きくなって事業者から1兆円規模 の損害賠償公的負担を求められる可能性がこの案からすれば十分考えられるわけじゃないですか。投資するのは民間事業者が1兆円の投資をするわけです。横田さんが言うようなふにゃふにゃの土台であれば投資はしません。民間事業横田さん1兆2000億円出すわけじゃないですからね。だ出しませんよこんな豆腐みたいな軟弱地盤。じゃあ出すかというとそこはきちんと対策を取ることができてそして事業を行うことができるという判断をしています。で元々の問題は、うん、夢島というゴミの島軟弱地盤で、うん、未だに地盤沈下中の、うん大阪湾の人工島にでカジノ IR をやろうとしている、うん、位置選定がそもそも間違っていると、うん、こんなところで、やってはいけない、もう大勢の人が集まるようなイベント施設、をやろうとしているのがそもそもの間違いと、うん、でなんでこんなところに決まったとか言うと、うん、おちょこ事件と呼ばれる安倍元総理と菅さんと松井さんと橋本さんが定期的に会ってる宴席忘年会で松井さんが安倍さんにのおちょこ継ぎ倒してでそこから万博が具体化したとで夢島が選ばれたと。まあ見てらっしゃる方は皆さんご存知だと思うんですけれども、まあ、万博を招致するっていうか招致活動するっていうことを決める前に実は夢島でカジノをやろうという話がありました。で、その前夜祭としてっていうかカジノは私企業が儲けるためにやるわけですから、あんな島に行くため の、 そのトンネルやら橋やらの拡張工事とか下水道工事とか道路の整備とか様々ありますよね。そういうのを税金を使ってやるわけにはいかない、ね、で考えたのが多分この万博なんですよね。会見で目が泳ぐというのは嘘800をですね、嘘を連発したと、うん、で一つは夢島というのは
南極地盤で地震に非常に弱いと、うん、地震が来ると大揺れしてしまうと。で、大屋根リング、うん、世界一無駄じゃないかというところについて聞いたら、伝統的木造建築で、あれですよね、吉村さんが抜き工法って伝統工法だって清水寺だってやってんだと、あれで十分地震にも強いじゃないかっていうふうに言っているわけですよね。でそれが国会で金属板釘などを使っているのがバレて、うん、じゃあ内陸部の清水寺は補強しなくていいのに、うん、夢島は補強をしないといけないのかと、うん、それは地震に弱いから大揺れになって、うんうん、で金属板を使用していると。で自民大臣会見でも言ったんですけれども、うん、吉村知事は会見で、うん、夢島の方が被害が少ないと、あ、そうなの、かさ上げもしてるし、と言ってこれも大嘘だというのがバレてしまったと、うんうんうん、大屋根リングは伝統工法で釘一本も使ってないっていうのも大嘘だったし、うん、夢島の方が被害が少ないと、うん、内陸部の方が被害が大きいと、うん、明らかな嘘、うん、なんでじゃあ清水寺に釘使って補強してないんだという矛盾が生じてしまったということで、まあ、維新の大嘘は今に始まったことではなくて、うん、大阪都構想の住民投票の時には大阪の成長率は全国平均以下なのに成長を止めるなというキャッチフレーズを掲げた頃から始まって、いまだにその嘘を連発する体質は続いていると。維新の言うことはよくよくチェックして、ね、考えないといけないと。なるほど。ということでこの問題は、まあ、はい、今年もまた続いていくと思います、はい、でここまで本当にっていう話だったので、多少明るい話題として、パワフルアンギアの泉さん、国とのパイプなんで、パイプってなんかパイプ切るようなパイプばっかりやん。だってパイプだってこっちの子やがれへん、向こうが押し付けてくるんやん。いらんねん、そのパイプ。そうそう、だから市役所がやってるとね、国からわけのわからん仕事押し付けられんねん。わけのわからん計画作れとか、わけのわからん報告書あげれて、身も専用なことさせられて、その結果市役所は暴走されてんねん。今回のマイナー看板はそうやで。国偉そうこと言うけど、誰が仕事すんねん、言うたら。自治体の現場やんか。急に思いつきでやられたって現場混乱するだけやん か。そういう意味では本当にある意味クリーンがその地方を助けてるところか、まあ、地方への嫌がらせを続けてる状況だから、まあ、クリーンなんか仕事せんほうがいいぐらいで、ほんまに市長やっててほんまに思ったけど、国から助けられたことなんかほとんどないで、いやほんまの話国から応援なんか思ったことなんかまあないで、国に文句つけるのはこっちがやるからって感じやで、はっきり言ってほんまの話やで。でもまあみんな思い込んでんねん、なんか国が上で次に都道府県があって市町村で、こんな風に国とか都道府県が順番で行ったら一番下に市民が来てまうやん、国民、逆やん、ど真ん中が市民国民やん、ど真ん中に市民国民がおって、そのすぐ横に市町村とか都道府県があるんやん。で国なんか遠いところに乗って市民県民の顔も見れんやろとこおってやな、いちいちその決めてくるなと。だからそれを応援してくれてこそ国やからな。で国も発想の点がいるんちゃうかな。国が全てものを決めて黙って従えじゃなくて、地方特性に生かせて地方の頑張りを国が応援すると。でこれがまあ国政における大きな方針転換じゃう。その方がコストも安いし、全国一律でさせるから金かかるんであって、地方特性に応じて濃淡つければいいわけでしょ。それを地方の決断を任せればお金がかかって安くできるやん。ということで、全国あちこち横田さん取材に行くと、行く先々で元気な泉さんに会っていました。泉さんとの話を初めて聞いたのは長妻昭政調会長の自局講演会で、うん、で話し始めからすごいパワフル演説で自らの過去の生い立ちの、うん、障害を持ったお父さんが生まれて、冷たい明石市を明るい明石市に、優しい明石市に変えるんだということで、紆余曲折を経て弁護士資格を取って、で市長選で当選して、3期12年で、子ども関係予算を2倍以上にして、で10年連続の人口増を果たしたと。で人口増加させること自体が目的じゃなくて、優しい明石の子育てしやすい、市民に優しい町を作ることで、結果的に10年間連続で人口が増えていったと、うん、まあ、子育てがしやすいよね、第2子第3子を持ちやすいっていう、こういうことが、まあみんなに実感として伝わってたから、こう移ってくる人が増えてきて、明石だから2人目3人目を埋めたと、うん、で増えて人口も増えてきました。で、面白いのは財政に関してもいろいろ考えて立て直しをして、その子育てに充てる予算をひねり出してきたっていうところですよね。で
泉さんの話を聞いてすごいなと思ったのはいろいろあるんですけども、あの歳出改革をして、うん、市の予算を徹底的に見直してですね、うん、公共事業で例えば下水道でそんな不要不急のもっと圧縮できるような予算をとにかく削りまくったと、うん、で700億円ぐらいだったのを確か半分以下に、うん縮めてですね、でそこで、浮いた余った財源を子ども予算の方に回したというか、まあ、子ども予算を増やすんでとにかく削れるところはないかというので、うん徹底的にチェックして、うん市営住宅も建てる必要はないんじゃないかとかいうことをして、あと国のから、指示が来るしょうもない仕事も徹底的にもう やらなくていいということで行財政改革職員改革をもう進める中で、本当に必要な子育て予算とか、うん高齢者の福祉とか、うんその他もろもろあるんですけど、ちょっとに回したと、うん、というところなんですけどもね、この所沢の市長選挙の時には他にも面白いことがいろいろありました、はいこれ見てもらいましょうか。一体世界平和統一家庭連合とはどういうところなのだろうと、華やかな部分だけではなくその教えや中身についても知りたいと純粋に思いました。そこで初めに誠のお母様ハン・ハクチャ総裁の平和の母を拝読しました。また昨年の秋以降統一原理を学ばせていただいております。9月と1月には初級2日セミナーに参加をしました。祝福結婚をする夫婦が増えれば世界中のいさかいや不幸の大半がなくなります。まあ、そのような奇跡を起こす力があると私は信じます。私も将来祝福を受けられるように頑張って学んでいきます。皆さん統一原理そして祝福結婚を一人でも多くの方に知っていただくため活動しようではありませんか。ありがとうございました。真光から何が入ってね、まじこれはね、単なるね、中でね、まあちょっとやってくれって言われてやっただけの話なんで、私信者でも何でもないから、信者向けにやってくれって言われて、そうなんですよ。だから台本も全部決まっててね、なんか中の話だよ、こんなのだって表に出ないのにこんなの表に出ちゃって困ってるんですよ。ああそうですか、でも市民団体のアンケート調査で2回答で、あ、そりゃそうや、あんなのだってあんなの出してきたらだってじゃないもん。私は正直言っていろんな宗教入ってます。それで、あの頼まれてやっただけなんで、あの私は信者でも何でもないから、内容については否定なさるんですか。当たり前、そんなところで嫌いだよ、韓国嫌いなんだから。韓国嫌いなの俺。あ、嫌いなんですか。うん、大嫌いで、こんなの表に出なくてちょっとだから、まあリップサービスでちょっとやっただけだから、あ、本心と違うことも。嫌いだから、運勢見ると嫌いだから。嫌いなのに結構。だってない、だってこういう仕事してたらリップサービスで言うから、いくらでも。だからね、こんな、いや、こんな運勢見嫌いだから。あの、入澤豊、所沢市議、あの、統一教会を絶賛する発信をしててですね、で、直撃をしたら、あの、実は統一教会なんか嫌いなんだと、韓国が嫌いなんだと。いうふうに、あの答えてくれた、本音丸出しのと入澤市議が所沢市長選の時に、現職の藤本市長側の支援する支持する側として、いらっしゃったんで久しぶりに見かけたんで声をかけたらすぐ逃げ、あの背中を向けて立ち去られたというやり取りもあったんですけども、いや、あのまあなんかすごい本音丸出しだったんですよ。あのなんて言ったらいいの、リップサービスだったと。リップサービス、統一教会のどんな人とでもどんな宗教とでもお付き合いしますと、でリップサービス気持ちよくなるようなことを言っただけであって、別にあの本心は嫌いなんだみたいなことを言えちゃうっていうのすごいと思いません。だから、まあ、統一教会も怒んないのかな。いや怒ってもいいと思うんですが、一応信者向けにはハン・ハクチャ総裁の本を読みましたとか、韓国にも行きましたというか、という要は韓国を絶賛する、そう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 、統一教会を絶賛するスピーチをなさって、
それがネットで誰でも見れる状態になってたもんですから。そうなんですよね。で思うんですけど、これまあ所沢 市長選挙の時だけれども、なんかさ、統一教会問題ってもう完全に風化したなっていう印象がありますよね。あの去年の暮れの武蔵野市長選挙でも、あの自公の候補だ、当選した海野新市長のポスターが、世界統一教会高城家庭教会の表札が飾ってある家にかあの貼ってありましたんで、でそれを指摘しても4日間は少なくとも貼り続けていられいたと、で選挙戦を終盤にを迎えていたと。でこの裏金問題でわーっとなってしまったために、あのすっかり忘れられてしまいましたが、岸田さんがあの安倍さんから頼まれて、なんて言ったんですか、統一教会の日本の代表の人と、それからアメリカの代表だった人と、一緒に、名目は下院議長、元下院議長と面談したということになってますが、あの一緒に、懇談をしたということも報道されていて、写真付きで報道されて、記憶にございませんというふうにとぼけていましたけど、まあその程度の問題にすでになってしまっていて、あのなんていうか、みんながこんなことを許していいのかと思ったのは何だったのかと、もう一回思い出して、山上容疑者がなんで、安倍元総理を銃撃しようと思ったのかと、それは家庭が崩壊してしまったからだと、でそれは高額献金 を誘導してですね、で、去年の5月に韓国合同結婚式があるということで、まあ、鈴木エイトさんと一部同行したんですけども、聖地に行ってきたらもう白亜の宮殿ができてで国際会議も開かれていたと、関連団体の、でこれは日本の献金、日本から韓国教団に、流出していった資金で建てられたりイベントが開催されているというのを確認したんですけども、そこの大元の部分が、まだ未解決、未解明のまま、年を越してしまったと。で立民、含め野党はあの解散命令請求が出て、解散する前に財産を隠されるかもしれないんで、財産保全の法律を出したんですけども、自公はそれを飲まずに、なんか曖昧なぬるい法案だけが成立して終わってしまったと。そうというところも、まあ去年としては大事だった点なんです。でその象徴として、このめげない所沢市長を、ごめんなさい、めげない所沢市議を挙げてみました。で、あのこの所沢市長、あの前市長藤本さんはあの統一教会関係のイベントに出て何が悪いんだと開きなった方で、あの市議会議員の入澤さんもすごいんですけど、前市長の藤本さんもすごかったと。でその、現職市長自公推薦の藤本市長を破ったのが小野塚新市長、で泉久夫さんが全面的に応援したと。でここはさらに上に行くと、埼玉だく柴山さんが、そのさらに上にいるということで、元文科大臣で、まあなんて言ったらいいのかな、統一教会とは仲良くやってきた系列ということになります。はい、ということで第5位、最後になりましたが、まあ皆さんあの、こう言っちゃ申し訳ないですけど、かなり楽しまれたのではないかと思います。横田さんが直撃すると、なぜかブチ切れてしまうという、こういうことがしばしば起こりました。でもカメラ回して日刊現代も書いてますけれども、それについてコメントするのは当たり前じゃないですかみたいなことを言われたんですけど、私その記者さんとは初対面です。普通は名乗ってから取材をするもんです。で私は取材受けてるのは皆さんがどこの会社かっていうのを分かってて、普段から人間関係を作ってるからお受けをしてるんです。やっぱりそれって人として当たり前のことじゃないですか。傷つけよう、編み足取ろうというような人に対しては、あのちゃんと礼節を守らない人は私は嫌いです。だから塩対応当たり前だと思っています。広瀬議員が一緒に応援演説するとマイナス効果になったりしませんかね。フランス視察費用。メディアの皆さんがそう書くからそうなるんだと思います。あと私は広瀬さんではないですし、広瀬さんも知事選挙に出るわけではありません。応援弁士で、千葉さんを
を応援する場面が流れると、うん、マイナス効果になるんじゃないかなと、そういうふうにお感じになってないのかと、あの表に出ないようにした方がいいんじゃないかという指摘も。私はその広瀬さんとは別人格なので、彼女のその行動とか応援の活動とかに対し、とやかく言う筋合いにはございません。特に今後は出てほしくないとか、今まで通り。どうしてそういうことを言う必要があると思いますか。うん、選挙戦にそういうような論調でお書きになりたいのかもしれませんけれども、私はそういう挑発には乗りません。日刊現代でも記事が出てるんでお聞きしてるんですが、日刊現代がそれだけ権威がありますか。私はそう思いませんので、この手の質問にはお答えいたしません。さらなる一押し、ぜひぜひよろしくお願いいたします。大久保さん、小池さんに頼まれたんじゃないですか。出馬作り話じゃないですか。出馬娘さんの今ちゃんと言った通りです。小池さんに頼まれたんでしょう。国の措置で、大阪の負担を減らすことはないと。別の田園都市構想とかいろんな項目が考えられますが、そういうこと可能性はないということで、デジタル田園都市国家構想のお話ですとか地方創生とかも含めて、今ちょっと、地方創生部局としてもこの万博をきっかけにしっかりと全国の機運情勢を図りたいということでございますので、その作業は現在しているところでございまして、それらは当然ながら全国で使っていただきたいという予算でございますが、当然ながら大阪や関西でも使われることがあると思いますが、それはまた別の仕切りとして、機運調整という別の仕切りと、それから万博自体の建設運営費というのはこの別のものだということでご理解いただければと思います。別のものとしてそちらの予算を増やして、実質的には大阪の3分の1負担を減らすということはあり得るということですか。考えておりません。別枠にして田園都市、その地方創生の別の予算で考えておりません。一番右の大久保、高等新区長、はい、都庁の部長さんだった人で、はい、で、小池百合子さんが知事が全面的に応援したと、うん、だけれども出馬の動機は娘の一言と介護経験で、うん、なぜか急に高等区長選に出ようと思ったと、うん、でこれどう見ても作り話じゃないかと、うん、一公務員が、お金も知名度も組織もない中で、自ら独断で決めるはずがないと、うん、小池さんの全面支援があると、都民ファンも応援するという条件が整って初めて出馬を決断したと思ったんで、これ作り話じゃないですかというふうに聞いたら、うん、声をかけた瞬間は上のニコニコしてたんですけど、本当にそうで作り話じゃないですかって言ったら急に表現して今話した通りですとでいう表現したところに、選挙プランナーで有名な若手勝率7割を誇る、ラツワン選挙プランナーと呼ばれている、あの松田薫さんが駆け寄ってきてですね、これ以上のトラブルに巻き込んではいけないというので引っ張っていきました。というやり取りも去年紹介させていただきました、うん、だけどこれは本当に客観的に見てね、はい、そのこの何美しいストーリー作ったストーリーっていうのはおかしいよねって思われるんですよ。これ例の4月に当選した前の女性区長が柿沢美斗さんですよね、に矜持されて、ネットの優勝の広告を出してしまい、これが公選法の問題になりました。違法行為でですね、うん、で辞めたんです。で柿沢さんも買収疑惑、区議にお金を配ったという大変な混乱に陥って、突然起こった区長選挙で、準備の期間もそんなにはないっていうところで、この新しい区長さんは、その都民ファも自民党も、公明党もそうですかね、ちゃんとなんていうかしら、講演も取り付け、支援も取り付け、立候補したということになるので、それをその娘の一言と介護経験から急に決断したというのはどう見ても、どう見てもそれはちょっと作りすぎじゃないかと。で真相はこうじゃないかと思ったんですけど、小池知事が来年じゃないや今年の、うん、夏の都知事選を迎えるんで、うん、で都知事選で、自民党と
相乗りというか自民党が対抗馬出さなければもう 楽な戦いになると、うんうん、いうことで江東区長選で、相乗りし手を組んだ。でこれは都知事選に向けた布石なんじゃないかと。小池さんの都知事選再選に向けた自民党との裏取引というか恩を売ってですね。でこの去年からもう自民党裏金問題、うん、でしかも江東区をめぐる自民党の金権腐敗体質が、うん、そのまま出てて、で、うん、自民党が前面に出て単独で候補を立つのは非常に難しいと、うん、でそこで都民派に、手を組むことで自民党が裏方に回ることで、自民党支援候補が新区長になるように、こう働きかけて、で小池さんの知事の側にとっても今年の都知事選再選に向けて自民党と今手を組めば楽勝にいけるんじゃないかと、うん、まあ、こういう小池さんと自民党の思惑が一致して、でじゃあ誰がいいかなと、お互いが推せる候補は誰かなということで白羽の矢が立ったんじゃないかと、まあ、こういうふうに考えたんですけどもでということで図星だったのかもしれません、それから皆さん覚えていらっしゃると思います、はい、岩手の県知事選挙でした、はい、真ん中の方です。千葉純子さんという元テレビ局出身で、はい、県議会議員も務めて、うん、で現職の達増知事の強力な対抗馬になるんじゃないかと。大変強力な対抗馬だと。で、これは危うい選挙になるんじゃないかということで、うん、泉房穂さんが応援に駆けつけた選挙でもあったんですけども、うんうん、で急に逆風が吹き始めたのはですね、うん、広瀬めぐみ参議院議員岩手選挙区の、はいはい、が一緒に女性候補、女性議員と女性候補ということで、そもそも岩手は小沢王国と呼ばれてて、うん、野党が強いところだったと。でそこが前回の参院選で、ずっと小沢一郎さん系の野党候補が連続当選してたところに、自民党支援の広瀬めぐみ参議院議員が当選して、うん、小沢王国岩手の牙城の一角が崩れたと、うん、で前回の衆院選でも小沢さんは小選挙区で敗れて比例復活したと、うん、で衆院選参院選の次は県知事選だと、ここで、現職、小沢系の達増知事が敗れてしまうと、うん、もう完全に小沢王国崩壊すると、うん、いうことで、自民党側の千葉純子さん側はじゃあ参院選で女性候補が当選した勢いを買って、うん、県知事選でも女性知事を誕生させようと、うん、いうことで広瀬めぐみさんと一緒に、動いてると、うん、ところが広瀬めぐみさんが例のエッフェル塔シャツ、そうでしたね、もう忘れてしまいそうになってますの松川さんたちと一緒のメンバーの一人で、SNS でその時の様子も発信していたと。で急に美味しいものを食べてるところね、急に逆風が吹き始めてで広瀬さんはなんかそれまでは一緒にツーショットを撮ったり演説をしてたりしたんですけど、うん、なんか急に露出回数が減って、で日刊現代でこれはステルス作戦開始かみたいな、観測記事が出てたんで、その日刊現代の記事を受けて、で告示日に行ったら、まあ、広瀬さんもめぐみ参議院議員も並んでたんですけど、うん、一応マイクは握らなかったと。で広瀬さんに直撃して、日刊現代でこう出てますが、もうマイクは握らないんですかみたいなことを聞いたら、逃げ去るように立ち去っていったと、うん、で、千葉純子候補にも同じ質問をぶつけて、うん、広瀬さんはもう表に出さない方がいいんじゃないですかとか、うん、あるいはフランスに行ったんだったらどういう成果があったのかと、うん、それを岩手県政知事になったらどう生かすんですかと聞いたら、なんか別人格ですと急に言い始めてですね、自らそれまでは一緒に連携して選挙戦戦おうとしてたのに、いきなり他人のふり、別人格のふり、ことを言い始めてなるほど。でしかも次の週に行った時に失礼な記者が質問してきたとかいう話を個人演説会でし始めてですね、で名乗らずに失礼な記者が
いきなり来て質問してっていう。そうで、横田さんのその直撃の模様が結構拡散されてされたんですよ。それでまあ計量はできないんですけれども、かなりの人がそれを見て、その千葉さんはこういう人なんだっていうふうに思ったらしく、それなりに影響はあったの？と、あの地元岩手日報でも朝日新聞でもあの紹介されてぐらいでですね、で、まあ、選挙取材で回ってると、あの動画見ましたとか言われてですねそうということで、まあ、千葉さんにはちょっとお気の毒なことをいたしましたが、いやでもなんか2度目に会った時にどちら様ですとか言われてですね、ちょっと怖かったんですけどもというようなのは、あのずっと見てくださってる方はあの、ね、ずっと お分かりだと思いますが、面白かったらまた過去のも見ていただいた、はい、いただけたらと思います、はい、そして、9月に大臣になったばっかりの自見さん、はい、これがなんとなく天敵になりそうになってますが、あの二階派で、まあ、女性閣僚を増やしたいということで、多分抜擢されて、本人も声かかってワンワンと言ってなったと。で、二階さんは二階派離脱するというのをなかなか受理しなかったというのが去年話題になりましたけど、まあ、万博担当大臣に9月に就任して、で現場主義で、もともとコロナ禍のプリンセス号にお医者さんとして派遣されたという、まあ災害時の医療体制、まあ、危機管理の専門家という触れ込みだったんでですね、で、夢島に行かないのかとか聞いたんですけど、なかなか行ってくれなくて、ようやく年末の近くに行ったんですけども、まあ、そういうことから、まあ、万博について、何度も質問していったと。で最初はニコニコ答えてくれたんですが、そうそうそう、だんだん表情が険しくなってですねで何度もこう確認の質問をしてると、今言った通りですという、だんだん口調がきつくなってきてというのを紹介させていただいたんですけどもなんか文春でもね、かなり厳しい、当たりであるというような記事が出てましたけどもね。で、記載漏れとかあったり、二階派、安倍派の閣僚は辞任してるのに、なんで二階派の大臣の自見さんは辞めないのかと、で、まあ、法務大臣の小泉さんもそうだったんですけど、で、そこで批判のが結構集中して、なるほど、で二階派を離脱する届けを出したんだけど、なかなかすんなり受理してもらえなかったというやり取りもあって、万博と、政治と金、裏金問題でダブルパンチを受けたというか、それ両方のテーマで注目を集めている存在になったと。なるほど。というので、どの方もですね、普通に接するとなかなか、人当たりもよくっていう方なんだと思うんですけど、なぜか横田さんが接するとブチ切れる事態になってしまう。いろいろ聞きたいことを質問してるだけなんですけどもだんだん厳しい顔になって表情が変わってで自民大臣の場合は下をうつむいて答える場面、ずっとだって読んでるんでしょ。自民大臣会見の場合には質問取りがあって、事前に質問内容を伝えて、で、想定問答集というのを作って会見に臨まれるんで、会見の動画は内閣府で公開してるんで、まあ、この、横田はじめの現場直撃、去年も何回も紹介しましたけど、かなりの時間下を向いて読んで、読んでる場面が多いと。そうで、顔を上げて喋ると言わなくていいことを言ってしまうっていうこういう気の毒な事態になりました。いやでも本音を言っていただいてより、進展したという面もありますし、日よけと言っていただいて大屋根リングの批判がさらに、広まった面もありますし、いろいろ貢献していただいている面もあるんで、今年も会見に出て質問をしていきたいと思っているんですが、はい、ということで、去年のベスト5振り返ってみました、はい、で、まあ正月ですから今年どんなもんかっていうのも考えたいと思うんですけど、まあ今年はもちろん選挙がありそうですから、それが一番大きいとは思いますけど、まあちょっと何上半期的に横田さんがこれは注目していきたいぞというふうに思ってるのは
どういうことでしょうか。まさにあのパーケン裏金派閥、うん、献金裏金問題が、うん、年末からずっと追及されて、うん、野党のヒアリングなんかもですね、週何回も開かれているということで、うん、で通常国会は政治改革国会だと、うん、泉健太代表が言うぐらい、うん、まあ、この問題、政治と金の問題、裏金、問題が、うん、あの大きな争点は、うん、あの課題、政治課題になるだろうと、うん、で振り返ってみれば1993年に小選挙区を中心とする選挙制度に変わって、うん、政党助成金も導入されたと、うん、でその理由は中選挙区だと派閥同士の同士打ちになってお金がかかるから、政策論争が盛んになる小選挙区を中心とする選挙制度に変えて、でお金集めでいろいろ変な政治に走らないように政党助成金も出しましょうというのが30年前の政治改革だったわけですけども今にして思えばもう大失敗だったと、うん、派閥はなくならないわ、金はかかるわ、うん、パーティー券で裏金作るのはあの政治に金がかかるからしょうがないんだと、選挙にお金がかかるからしょうがないんだと。そうなんですよね。何に使ってるんですか。いや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 、政治にはお金がかかるんですみたいなことを割と平気でニュースでな、ね、インタビューされて答えてたりしますよね。あれ本当は全然おかしい話で、政治改革の原点、93年の議論を全く忘れててですね、うん、だったら選挙制度を元に戻せとか、うん、あの上脇教授がこのヒアリングにも出てるんですけども、うん、だから完全比例制度にするべきじゃないかと、うん、で 派閥とか、そのパーティー券に頼るような、うん、そういうお金がかかる選挙制度も変えるべきじゃないかと、うん、そこからもう一回考え直すべきだというふうに亀焼教授はおっしゃってて、うん、もう30年前の政治改革が失敗だという前提に立って、うん、もう一回どういった政治改革が必要なのかと、選挙制度はどうあるべきだとかですね、パーケン裏金問題をどうやって、根絶していくかというところも含めて議論を進めるべきじゃないかと。そうだけど、まあ、あの安倍さん以降の政治が、まあ、一番なんか良くない方向に向いてしまったのは、本来だったら国会の場で少数とはいえ野党がいて、論戦があって開かれて議論がされるはずのものが、もう国会は無視してですね、あの自公で、あるいは自民党の中でいろんなものを決めてしまって、であと国会は数だけで通すっていう風になっちゃったっていうことだと思うんです。だからパーケン問題だって野党が今の数から言ったら、どんなにその騒いで、例えばもう一切そのなんていうの、献金はやめようとか、やるならもう公設選挙で、やりましょうとかっていう提案をしたって、まあ、正直言って絶対通らないんですよね。だからこの仕組み自体を変えないと、よくまな板の上に乗っている鯉が包丁を自分で持ってるとかって言われますけど、そういう状態で改革なんか難しいんじゃないの。でそういうところも含めて根本的に考えると、うん、で要は裏金が何に使われてたかなんですけども、これはあの参院選挙をやるときは、ほとんどあの参議院議員に、全面的に、全部返してたっていうことで象徴されるように、これ選挙資金に使われてた可能性が高いと、まあ、一部私腹を肥やしてですね、飲み会に使ってて、脱税所得税法違反じゃないかという場合もあるかもしれないんですが、まあ、選挙資金として裏金として買収資金で使われてた たりとかですね、いう可能性が高いんじゃないかと。それで安倍政権時代に選挙で、国政選挙で連戦連勝してきたとすればですね、これはもう日本の民主主義の政治の根幹を揺るがす、もう裏金作っても違法行為してもとにかく選挙で勝てば何でもいいんだという今の自民党腐敗独裁的政治を生んでる元凶がここにあるんじゃないかと。なるほど。というあたりで、まあ、検察がどう動くかということもありますが、そのなんか国民有権者の怒りっていうのも
とあっていいと思うし、そうただそう怒りがこうなんていうのこう力になってまとまらないっていうところがとっても残念なところよね。で、うん、基本的に93年の政治改革というのは政権交代が可能な総選挙区を中心とする選挙制度を入れると、だ政権交代がある程度頻繁に起きるというのが前提になってるんですけども、うん、今のこの違法選挙当たり前みたいな風土になってですね、しかも少数野党の意見をほとんど聞かずに国会が形骸化しているとですね、もう政権交代どころかもう、半永久的に、政権与党の悪性が続くという制度にもう成り下がっているわけですから、うん、もうここは国民が奮起して次期総選挙で政権交代を何としても実現すると、うん、最後のテーマにも関係するんですが、です、ね、泉さんを休眠内閣構想に泉さん個人にも負わせると潰れそうで怖いんですけども、泉さんが提案する政権、うん、休眠政権内閣構想に、うん、他の心ある野党議員も賛同すると、だから野党も賛同して、野党が固まっただけでもすごい少ないわけですよ今ね、だからそのなんて言ったらいいのかな、今寝てしまっている2000万人ぐらいの人たち、投票に行かなくなっちゃった人たちが、もう一回投票に行ってみようかと、それは批判票でいいと思うんですよ。だから自民党じゃない政権になると怖いというのならそれは怖いで結構ですけど、その自民党がまずいな変なことをやると突っ込まれるぞって思って怖がるぐらいの数の野党を作ろうじゃないかと、ここだったらそんなに怖がんなくても野党に投票できる。その旗印として泉房穂さんが明石市長時代にやってた国民負担度、住民負担度を増やさずに、市民国民子ども予算を倍増させるような政策をすると、でそれは歳出改革を徹底して命がけでやるというような、旗を掲げてですね、そこに一同団結して、そうだね、で、とにかく小選挙区で、腐った自公公議員を落選させるといううねりが全国に広がっていけば、これは一発で政権交代可能だと。でそれぐらい国民の不満は高まっていると。でマイナ保険証一本化とかですね、防衛費倍増とか、もう余計なことばっかりやってるわけですから、そうじゃない、本当に納めた税金を自分たちの国民のために使ってくれる政治集団に一票を投じるという投票行動を泉さんが掲げる旗印のもとに集まっていけば、まあパー権金権腐敗自民党政治にピリオドを打つことができるだろうと。なるほど。でそれを問 う天王山の年が今年だというふうに見てるんですけども、で次ですが、大阪カジノ万博と維新の趨勢ということで、まあ、万博の問題点が結構広く認められるようになって、まあ、これはこれで、じゃあこのまま突っ込んでいくのか、今なんか建物を建てると工事が間に合わないとかいう話になってますけど、それより何より本来であれば万博は皆さんに見せる中身を競うはずなわけで、これが全く分からず、なんか本当に困ったので、70年の大阪万博の時にアメリカが持ってきてくれた月の石をまた持ってこようかとかって、なんか今からなんか魅力作りを考えるという、そうアメリカにお願いしてまあ、お手伝いいただくというようなことになるのかもしれませんが、そんなことしててこれでいいのかっていう問題がもちろんあります。だけど政治的に言うとこの問題がその維新についてのそう関西の維新の高い何支持率を下げることになるのかどうかっていうところ、ね、もう実際になっててですね、なってんのか、一時期は野党第一党確実じゃないけど、去年の春の統一地方選で奈良県知事選とか、和歌山の補選で勝利してですね、でずっと政党支持率でも立民をかなり上回ってたんですけども、それが万博批判が高まる去年の後半にかけてどん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 右肩下がりになって、で、ついには立民に追い越されるというところまで、数字が下がってしまったと。で要は維新の目玉政策が身を切る改革と、
いうのだったんですけども、万博で2度目の上振れをそのまま認めちゃったりですね、うん、大屋根リングも全然見直そうとしないと、うん、縮小万博もしないということで、うん、身を切る改革じゃなくて国民に身を切らせるばらまき政党というのが明らかになってしまったと、うん、まあ、馬場代表自身も第二自民党と公言なさってますが、うん、まあ、自民党得意の土建政治、うん、地元に公共事業予算を引っ張ってくると、で大阪の夢洲に湯水のごとくインフラ整備費用をつぎ込む、うん、吉村知事はかつての若き田中角栄的な、利益誘導土建政治の牽引者役になって、うん、最近の言葉で言えば西谷さんが言うパクパク君の税金を食い物にする税金泥棒、うん、タックスイーターの、うん、代表的存在になりつつあると。なるほど。いうことで、当然ながら身を切る改革と全然逆行するんじゃないかと、うん、いうことで維新の評価がガタ下がりしているというのが去年、から今年にかけて、またなんかいろいろ議員の不祥事はもう本当にね、もうしょっちゅう起こるので嫌になってしまいますが、また出ていますし、まあでもこれ、それでも維新に期待したいっていう人がいるっていう状況が不思議、まあ、なかなか一気に減ることはないと思うんですが、まあ、今年は、重要な選挙で負け続けるんじゃないかと、うん、で実際に去年の江東区長選とか、八幡市長選でも負けてるんでですね、はい、まあ、このトレンドは万博批判が続く限り、あと後ろに控えてるカジノ批判も、うん、合わせて、広がりつつあるんでですね、まあ、当分このトレンドは続くんじゃないかと、まあ、いうところです。それから、ライドシェアと新自由主義トリオっていうのは、まあ、ライドシェアの問題は去年からずっと取り上げています。本当に大変で、この4月から一部施行して、6月ぐらいまでには全面施行について検討するというようなことを言っていて、これを政府の中で、まあ、取り仕切っているのが俺様河野さんですから、下手するともう反対意見を全く踏み潰してですね、制度が進んでいってしまう可能性があります。でこの新自由主義トリオっていうのが、はい、菅さんと河野さん、まあ、菅さんが背後に控えてですね、背後に控えて前面にトリオとして活躍してるのは、はいはいはい、吉村知事と河野大臣と、小泉元環境大臣。なるほど。で吉村さんはですね、万博を契機にライドシェアを導入しようと。そうでしたよね。で万博で導入したらもうかえって渋滞がひどくなって、うん、大変なことになるんじゃないかと思うんですけども、とにかく、大阪の都市部でもタクシーが足りないから、うん、とにかくでインバウンドもの外国人観光客もどんどん来るから、とにかく期間限定で大阪で、うん、導入するんだと。だからこの問題は、まあ、一つはライドシェアっていうのを持ち込むことによって、その前のね、小泉改革じゃないですけれども、大量のワーキングプアを生むことになるんじゃないかと、いろんなものを派遣で認めた結果みんな派遣になってしまって、そのなんていうか労働者としての保護は受けられない、完全に受けられない人たちが出てきてしまったっていうようなこともあるわけで、それをさらにこのね、タクシー業界というところを中心に、さらに推し進めようとすることになるんじゃないかって問題があるのと、もう一つはやっぱり政治の世界から言うと、これ菅さんの復権なんですか。菅さんが、まあ、新自由主義者、うん、規制緩和派の代表的存在でですね、うん、で今年はポスト岸田政権ではもう選挙戦えないんじゃないかと、うん、岸田さんの後継者誰になるかと、うん、で、春の予算成立後に、退陣して、茂木さんが幹事長になるんじゃないかとかですね、で9月の総裁選までいけば人気投票的な様相が強くなるんで、石破さん、小泉進次郎、河野太郎が、上位3位ですから、その辺の人たち人気トリオが、名乗りを上げるんじゃないかとか、まあ、高市さんの名前も出たりするんですけども、怖いのはですね、菅さんが
菅政権を引きずり下ろされたのは岸田さんのせいだと、うん、で二階幹事長当時もですね、うん、菅さんに引きずり下ろされたということで、うん、二階さんと菅さんが組んでですねで、アンチポスト岸田を擁立して、うん、そこでもし河野さんが、河野政権でも誕生するようなものであれば、あとまあ小泉進次郎さん若くて可能性は低いと思うんですけども、うん、そういう新自由主義者が総理大臣になったらこのライドシェアも一気に進んでしまうんじゃないかと。ライドシェアのみならず結構怖いことになりそうな気がします。労働問題 で、あの業務委託がどんどん進んでですね、巨大 IT 企業、うん、ウーバーに代表されるようなところが、どんどんピンハネをして、うん、日本人全体がかなりの部分ワーキングプア化してしまうんじゃないかと、ね、この問題は労働問題だというのが本質だというふうな視点で、見ることが重要だと思うんですけども。そうですね、もう、うん、本当にめちゃめちゃになります。というので最後に短くですが、はいはい、じゃあ野党はどうするっていうところで、さっきからもういや横田さんはもう去年からずっと泉房穂さんに期待しているわけですが、どんなもんでしょう。その理由は簡単で、もうパワフルでオーラがあってあの同じ泉健太代表と比べるとそう、ね、かなりの差があるということで、うん、とにかく去年の4月に市長を辞められて以降、うん、応援する候補が連戦連勝をして、うん、兵庫県の三田市長選から始まって、うん、立川市長選も岩手県知事選、さっきの千葉純子さんと戦った達人さんも、うん、泉房穂さんが応援して、めでたく当選をしたと、うん、で所沢市長選でも現職の統一教会のイベントに出て何が悪いんだと言って、クーラー設置もなかなか認めなかった藤本、子供はね、あの暑いのに耐えてる方がいい、汗かいて、鍛えた方がいいんだ、鍛えた方がいいんだっておっしゃったんですよ、ね、いう藤本市長現職の自公が応援して最後は河野太郎大臣まで応援に入ったにもかかわらず、所沢市長選でも勝利したと、うん、で参院徳島高知補選、うん、長崎4区と同じ時期に開かれた衆参の補選でもですね、泉房穂さんが応援した広田一さんが自公支援の、うん、元県議を破ったと。まあだけどさ、野党がこういう個人に頼らなきゃいけないっていうのは、まあ、あんまり良いことじゃないですよね。例えば前川さんがすごく出てきた時、前川さんを総理大臣にみたいな投稿があったりしましたし、泉さんについても同じです。泉さんを総理大臣にって、でまあそれはそれで話としては面白いんだけど、でも現実問題はやっぱりもうちょっとこうなんていうの、地に足のついた、それも同時並行的に進めてですね、うん、キャラも重要ですし政策も重要で、そうそう、泉さんはキャラプラス政策の素晴らしさ、実行力、うん、決断力もあるということで、うん、両方兼ね備えていると。で個人に頼ると危険な面があるんですけど、泉さんが訴えている政策を共通認識、同じ旗として共有して、うん、泉さんの明石市政12年でやった、住民国民負担を増やさずに、生活が潤うような、予算を増やしていくと、まあ、これは野党全体として、政権交代を目指す野党の共通政策になりうる話で、うん、でその泉さんが掲げている旗、まあ、実績を国政で反映させるという一点で、うまくいくかな、野党現職議員と候補者が結集すれば一発で政権交代はあり得るんじゃないかと、まあね、まあね、裾野がないのにさ、トップだけ取って市長になっても本当に大変だと思う。まあ、ということで、あの総理大臣になることが目的じゃないと総理を変えて政策の方針を転換させることだと、でそのための裏方役、監督役をするんだと、うんうん、いうことは言ってるんで、基本はあの監督役に監督、ね、接するんですけど、まあね、でも一方で総理大臣待望論が強いしですね、やっぱりプレイングマネージャーの方が選挙は盛り上がるんじゃないかと盛り上がるのは認めます。泉さんはどんなふうにお考えなんでしょうか。まあ、一度ちょっとしっかりお話伺ってみたいなと思ったりします。はい、というところで、正月から横田さん
まとめていろいろお話しいただきました、はい、今年も頑張ってあちこち飛んで歩きますので、ぜひよろしくお願いします。デモクラシータイムズ全体の寒波と横田と書いた寒波をバランスよくしていただければ去年と同様に、全国各地飛び回れるんじゃないかと。で、今年は解散総選挙がある可能性が高いんでその場合は去年の補選と同じように、注目選挙区を回りたいと思ってますんで、はい、ということで、はい、今日も投げ銭チャットのご声援もありがとうございました、はい、寒波もありがとうございます、はい、でですね、手ぬぐい、横田手ぬぐいですが、はい、ご好評いただいて、この黄色いのはほとんどなくなっています、それで、あと意外に大きな横田さんが一人で写っているのと、小さな横田さんがほふく前進しているやつはちょっと残っておりますので、お年玉ある方、ぜひお申し込みいただければと思います、今年もよろしくお願いします。取材現場で、見かけた時は声をかけていただければいくつかいつも持ち歩いてそうそうね、ちゃんと、ちゃんと寒波をいただいた方にお配りするようにしたいかなとは思っています、はいはい、販売価格は2000円ということになっています、はい、じゃあ今年もよろしくお願いします、はい、お願いします。どうもありがとうございました。